昆布は売ってないけどもセットに入ってますね。珍しいの、わかめ餃子っていうのも、よかったらセットします。今ですと同じ買い切れ取れるブリのことがあるので、なるほど、人気なんですね。そちらなんですけども。まあ嬉しいですね、これだけ喜んでもらえるなると、こうやって対面でねお客さんの反応を見ながら、まあこれは美味しいって言ってもらえるのが嬉しいですね、本当に。あと3つですか？お姉様、あと残り3つしかありません。はい、お姉様、残り3つです。お姉様、大きな地震が来まして、非常に大きなもんですから、これは津波が来るんじゃないかなっていうのは予想しながら、まあ従業員は、みんな無事だったんですが、取引先が10分の1になりまして、まあ、震災に遭いまして、この写真のようにですね、工場事務所、冷蔵庫ともに全壊という形で、試食会の方にはちょっと心配をしていた部分もあったんですけれども、思った以上に多くの社員が来てくれたのと、本当に社員が笑顔で参加してくれてた、で美味しかったよとか買ったよですとかいう感想を言ってくれたのがすごく良かったなと思っております。でまたなかなか一般の社員の皆さんが石巻の企業さん、被災地の企業さん、また復興庁の方とかのお話を直接聞く機会っていうのがなかなかないので、そういう機会を作れたっていうことも良かったなと思ってます。全体としてはこれから2年震災から2年以上経った今、従業員の方たちに被災地が今どうなっているかっていうところの現実を知らせていくっていうことをこれからしていきたいなというふうに思っているので、今日もその機会の一つになったかなというふうに思っております。でこの企業マルシェという取り組みは複数の企業が一緒になって行うっていうことがポイントだと思ってますので、今日やっぱりすごく反省点とかもたくさんあったと思うので、それを次の企業の実施に生かせていければなというふうに考えております。